アメリカ代表ニューヨークのエリートビジネスマンシンガーザ・スピッツ。世界でもトップクラスの大学を卒業、エリートビジネスマンが集まる IT 企業に勤務し、将来独立を目指しているトッド。そんな彼は幼い頃から音楽でも英才教育を受けていた。ピアノやトランペットはもちろん、日本の伝統音楽も勉強。音楽に関してもエリートである彼が日本が好きなの。今回歌うのは、売上枚数106万枚、森山直太朗の桜。選んだ理由は、I also really like that the song is about sakura, which、I think is a particularly Japanese aesthetic. Idea of、these cherry blossoms that bloom but then fall and are gone, and that beauty is over in a very short amount of time.、it's a very Japanese aesthetic. 日本が誇る名曲をニューヨークのエリートビジネスマンシンガーが熱唱。その歌声とは、それでは歌っていただきましょう。曲は卒業ソングの定番、森山直太朗さんの大ヒット曲「桜」です。なんかもう本当のすいません、本当もう素晴らしくて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 、本当にね、あのこの歌いい歌ですけれども、改めてあの歌を聴かせていただいて、なんかこうアメリカからもう一回日本のものが逆輸入してきた感じで、うわー、いい歌だったんだやっぱりって、改めて感じさせてくれましたよね。もう桜が見えました。見事ですね。なんか彼は日本を愛してくれてますね。素晴らしいね。素晴らしい。さあ、審査員の方、アンコさんにもお伺いしましょう。はい。いや、どうします？それはもう皆さんの基準で考えていただきたいと思います。トットさんの点数の発表です。注目の得点発表。決勝に進むのはマルティナか、それともトットか。どちらも。これはさ、すごい、どうなのこれ。うわ、決着はこの後すぐ。そして続く予選ブロックも激戦必至。ハリムの歌姫があのナンバーワン失恋ソングを熱唱。さ
さらにイケメンシンガーは嵐のラブソースイートを披露。のど自慢外国人たちが日本の大ヒットナンバーを歌い上げる。今は小林さん失神してました。桜桜今咲き誇る。森山直太朗の桜を見事に歌い上げたトッドの得点は、トッドさんの点数の発表です。どっちだろう、これはさ、すごい、どうなのこれ。うわー、惜しくも決勝進出ならず。こんなにレベル高いと思わなかったですね。すごい、これはもう J-POP の全てですよ、うん、ダンスミュージックもあり、なんか本当にバラードもあり、うんうん、J-POP ってすごい曲が揃ってるなっていうのを改めて教えてもらいましたね。はい、トッドさんどうもありがとうございました。